さあ今月も始まりましたクロスロード探検隊ということでですね、本日久しぶりのあいにくの天気でございますすごいね、まあ、曇ってはいるんですけど、まあ、なんとか雨の方は止んでますのでこのまま続けていきたいと思います。ただちょっとね今日風が強いんでちょっと音声の方はご了承ください本当に。ということで今日も、ね、元気よく紹介していきたいと思いますよ車の方。それでは早速本日紹介する車はこちらです。本日紹介する車はこちらのスズキの新型アルトとなっています。ということでね、はい、久しぶりの新車でございますよね。いやいいですね、可愛らしいデザインといいますかね、すごいコンパクトなデザインですよね。ただあの従来のアルトと比べてちょっとなんか顔がなんか丸くなった気がするんですよ。で、わかりますかね、なんかちょっと表情が優しくなってる気がしません？なんかとっても親しみやすいと言いますかね。こうやったらね、なんかもう免許取り立ての方だったり、まあ、なんか女性だったり、まあ、男性もね気軽に誰でも乗れる感じになってると思うので、ね、変わりやすいですね、顔も。でこっちがですね、他の見てもいいですね。ホイールもね、こういったデザインになってますので、こちらのグレード L ですね。だからもう、マタコさんもね、本当にキュッとなってるんで、いいですよね。このデザインとか、あれ特徴的ですよね、あんまりない。こういう感じでね、ここで途切れるっていうね、あんまり他の感じではないデザインですから。で、後ろなんですけどね、こちらの可愛いキュートなお尻でございますよ。こちらをね、ちょっと開くと結構ね、置くスペースあるんですよね。軽なんですけどもね、やっぱその辺のスペースもしっかり確保しておりますし、ね、で、しかもこれだけじゃないですよ、もちろんちょっと、いいですかね。で、皆さんにつつこっちのね、この丸いやつをちょっと上にガッて上げるとこれが倒れてね、またちょっと大きい荷物もね、載せられるということで、クーラーボックスぐらいも簡単にポッて置けますからね、これでね。すごいもう、外側も確かにコンパクトなんですけど、中はね、すごく広く使えるっていうことでね、また、こういったギャップもありということでね、すごいいいですね。こちら。で、ちょっと、後部座席の方をね、やっていきましょうかね。こちら。で、こちら後部座席なんですけど、またもうシートの質感もいいですね。これ、触り心地も最高ですので、ちょっと乗ってみましょうね。このこれ座席のね、もちろん運転者のあれにもよるんですけども、足元のこの広さ、普通にこう足組めますからね、余裕で。この後部座席どうしてもちょっとなんかキュッてなるイメージがあったんですけど、すごい広いんですよね。全然もうなんか足もこうやって伸ばせますし、もうストレスがない、とにかく。これはいいですね。後ろでうたた寝しちゃいますよ、こんなもん。もう最高でございます。本当にね、外側からのギャップといいますか、全然もう中の広さが違うんですよ、ね、はい、ということでこちら、これエンジンの方なんですけどもね、まあ、ちょっと今雨降ってるんで今傘差して守ってるんですけど、こちらね、今も僕らが乗ってる車はもうエメチャージといってね、すごいもうエコな車となってます。もう今ね SDGs とかもありますから、こちらをね、なんとすごい低燃費でリッター 25.2 キロで走るということでね、はい、すごいねエコな車となっております。でね、まあこれまたグレードもね選べまして、さらにハイブリッド車もあるんですね。こちらの新型アルト 27.7 キロリッターで走るんです。すごいもうエコなんですよ。だから経済的にもいいですし、環境的にもすごい、あ、もう風が強いですね環境ね的にもすごいいいエコな車となっておりますので、皆さんもぜひ乗ってみてください。もうエンジンも静かなんですよ ね、 ちょっとエンジン以上に風が強いっていうのもあるんで、ちょっと一旦お返しします。では早速ね、いつものようにちょっと車の方に乗り込んでいきたいと思います。でその中でちょっと運転席側もね、助手席とかも紹介しつつ、そのまま市場に行きたいと思います。それでは行きます。せーの、ういっ、よいしょー。ということでね、なんともいつものように乗り込むことができました。早速ちょっとあの紹介、
待って、なんか視界があれあれあれ、メガネどこ行った、あれメガネは、あメガネだけ完全にバッチ忘れてるな、最悪だ、濡れてる、めっちゃ濡れてる、ちょっとメガネだけ取りに行きます。中の方もね見ていきたいんですけど、まず収納がすごいんですよ、中見て、まずここ、これティッシュ1箱丸々パンと置けますからね、まあ、もちろんティッシュだけではないですけど、これいいですよね、ティッシュがもうすぐそこにパッて置けるっていうのね。でさらにはもうここもね収納できますから、でここにスマホもポンって置けるんですよ、このスペース、この絶妙なねこの広さこれがいいんですよね。でさらにはもうもちろんここも置けますし、ダッシュボードもありますけど、なんて言ったってこれよ、これよ、これ用語が置けんだよもうなんだ、もう今やもうこれ当たり前か、もうなんだ、もう紙パックが車を変えてったのかすごいね、もうもちろん中見ていただいたら分かる通り、ペットボトルもねちゃんとホールドできるようになってますんでね、いいですよね。ドリンクホルダーここだけじゃありませんよ、こっちにも後部座席の人用のホルダーもありますんでね、ここでね飲み物置いておいてっていうこともできますんで、いいですねこれ、収納が豊富、あもうここもポケットあります、いいですね、はい。そしてねもうこのデザインめちゃくちゃなんかインテリジェンスというかね、質感というか、こことこことで、さらにもうここもねありますよ、こういった感じで全然違うんですよね。いいね、またこれがまたかっこいいんだ、おしゃれなんだよデザインがね。でこの辺もカーナビがあって、このひねりのとこもなんかもうシンプル、もう一番分かりやすい、とってもこうやってもうわーって動かして、もうやりやすい、とっても、まあ、運転はちょっと信号待ちなんかにささっと切り替えられるんでね、もうこれもやりやすいですよね、本当にいいですね。そしてちょっとこっちの方にあるんですけど、シートヒーター、あのシート温めるやつあるんですよね。でこれを使えばもうちょっと冬場でもちょっとシートがあったかくなって、まあ、足元というかまあ下半身からもだんだん温めてっていうね、結構良くなるんですよね、健康にもいいね、すごくね、体を冷やさなくていいんですよ運転中、もうヒーターがこの温風が来るまで待つ時間もね短縮できていいですね。これもね、まあ、これはもう実際にちょっと試乗してみて体験してください。このヒーターに関してはもうこればっかりは僕が あったかいって言ってもああそうってなるだけなんで、見てる方はもういやこれはもう体験し、ぜひ体験してください、試乗に来てください、鈴木さんにね、ぜひお願いします。ということでね、早速ちょっともう試乗の方も行っていきたいと思いますね。じゃあもうハンドルもね、もういいかなですね、もうこちらねささっとこのオーディオのねボリュームとかも変えれるように電話とかもありますんでね、ちょっとエンジンの方もかけていきます。それでは行きますよ、そう、行きました、スズキのロゴが出てきましてね、画面も広くてね、タッチパネルなんでね、すごく操作しやすいんですよね、面白いですよね。でこちらでチャンネルもね、ラジオのチャンネルも変えられるんで、こちら音声オフもできて、こっちでもちろんボリュームはね変えられますから、すごく操作もしやすいですね、紹介していきたいと思います。それでは早速試乗の方行ってきたいと思います、イエイ、出発進行、シートベルトしてるね、 OK、 OK、 はい、よいしょ、さあということで、雨がね降っていますけども、それで行きましょう、ね、ちょっと天気の方がね雨がすごいですね、ちょっと土砂降りではあるんですけども、まあでもまあ全然今走り出したばっかりなんですけど、いやまあ雨、まあまあ視界はと思ってるして運転としては全然しやすいですね、もう本当雨の中でも全然浮いてる感じがしないというか、しっかり足がついてるという感じがしますね。
全然こういうデコボコの道とかでもストレスないというかしっかり保ちますね。揺れが少ないというか上下にあんまり揺れない。もういいね。またね、やっぱもう鈴木さんのセーフティーサポート、ね、安全性能の方もねすごい充実してますんでね。なんかあの車線がずれそうになったらちょっとブザーで警告してくれたりね、前の車が走ってるのにちょっとこっち気づいてない時とかそれも知らせてくれたり。いやあのもうただ何も景色が変わらない、なんかもう一直線の道とかで、ね、ついついちょっとね眠くなったりとかした時にちょっとフラフラってなったらそれもねちょっとブザーで知らせてくれたり、もう車の方からいろいろ知らせてくれるっていうね。今やもう定番の前方位モニターとかね駐車の時いますから。僕とか駐車下手くそだったんでね、こういう機能があるだけですごいありがたい話ですよ。あマジで初デート思い出す。彼女との初デートこんぐらい土砂降りだった。しかも今ちょっと富城の方走ってるんですけど、まさしく富城の方走ってましたね当時マジで。ね、瀬長の幸せのパンケーキ食べに行こうっていうことだったけど2時間ぐらい待ちですって言われて、しかも街も外だからもうこの土砂降りでああもう無理だってなって米田行きましたもん。結局思わぬ形で初米田行きましたよ。もうこれこんなだったこんなだった本当に土砂降りで、こんな中2年半は続いてますんで、まああれはあれで良かったんでしょう。本日紹介した車はこちらの空気の新型アルトでしたということで、はい、もう今日はねちょっとあいにくの雨天ということなんですけども、もうそんなの関係ないぐらいもう走りやすさ、力強い運転でね、できますんでね。でしかもそれでいて低燃費ということで、もうエコで環境にも優しくて、なおかつ経済面でもね、ちょっとあの金銭に優しい車となっておりますので、皆さんもぜひこちら試乗をして、ね、その性能を確かめてください。ということで、本日の車窓探検隊は以上となります。それではまた来月お会いしましょう。さよなら。